何度も同じこと言ってんだけど、こういうとこ見ててこうやって気にしてこうやってないのね。で、気にしてないの？気にしてない。で、手が離れようとくっついてようと関係ないから。で、何しろ目的は彼を向こうへっていうことなのね。で、これこうやって入っていく人いるんだけど、これはまた別の話。これ壊し、こうやってこうやってほら、そうするとこの手止めるために入ってんだから。これこうやって入っていっちゃったら、入っていっちゃったらこれ自由になってこうボカってやられちゃったらしょうがないの。ここ柔らかい人はね、こう来るんだよね。だから出すっていうのは、だからこういうとこ気にしてるとそうなっちゃうの。で、彼はなんか意図して引っ張り込んでバカってやろうとしてるんだからね。で、普通はそうなの。普通は自分の中に入れてきて、もしくはそうですね。だからこう来て引っ張り込まれないように関係ねえよって、そういう意識でやってないとやられちゃうの。で、切れてんのとかくっついてた方がいいんだけど、それはあんまり大事じゃないから、自分の姿勢の自由っていうのが大事ね。自分の自由の方が大事。くっついてた方がいいんだけど、くっついてた方がコントロールしやすいんだけど、それは大事じゃないってこと。要は彼の意識を向こうへどうぞ。それで入れ替わってこういうふうにやりたいわけ。そういうことだからね。形で追っかけちゃわないように、形でこうやって入って、形はすごくいいんだけど、こうやってやったら彼はこうやられちゃうんだからね。だから形を追っかけないので、こうもらってるっていう、そういうで、あっちそういう形で、僕が受け身な立場ね。受け身の立場で、彼は受け身の立場じゃなくて鳥の立場で、こうやって来たら僕が考えてるのは、この手が出してくるんだよね、彼手で、こうパクンってこういうふうに食うんだけど、この手じゃなくてこっち、いやいや、僕がやるの、僕がこうやってやってここをやっつけたいって、そういうふうに思ってるので、この手は出されちゃったんだけど、いらねえんだよって、こういうふうにやりたいわけ、やりたいので、僕は取りに行くんだけど、本当は形でやってんだよ、みんな形でやってんだよね。本当は形じゃなくて、本当は掴んだ手は離せる、手は自由、僕も自由で、彼も自由、その中でやってんでしょ。だから本当は、まあ、最初は形でやってんだよ、よいしょって、はいどうぞって言ってからこうやってやってんだけど、本当はこの手空いてんのね。本当はこっちでやりたいの、こうやって本当はこうやりたいの、引っ張り込んでこうやりたいの。だから来た時にこの手も自由で、来た時にこの手離すのも自由で、僕がギュッて痛くしたら嫌だよって話しちゃうわけで、こうやって彼を離してるのにやってるって、そういう風になっちゃうわけね。だからまあそういう 例だけどね。だからなるべくストレスをここに与えないで、ここの相手に与えないで、自分だけこっちへ来たいの。それで安定したいの。そしてなるべくストレス与えたら嫌だから、彼は手離しちゃうの。ボカッてこうね、こきちゃうのね。だからなんていうのかな、それは上手くなってからなんだけど、最初は持たせてやってんだけど、そういうことまで考えてるってこと。だからそのずっと持たせてやるんだってことを考え続けてるとね、そこにとどまっちゃうから良くないから、初めに持たせて、これ手は自由なんだって、もう取りに来たんだけど自由なんだって、でこっちの手が嫌だ、この足が嫌だ、そういうことを考えてやってないとね、初級者でも初めのうちから考えててほしいのよ。そしてだんだんそれに近づいてほしいのよ。だからそう言ってんの。これいいよ、形としては。これでも手離されちゃって全然だからね、そういうことだから、初めやってる時にそういうことまで考えてやってほしいってこと、そういう話ね。じゃあ上と下やりましょう。上と下も同じ、こう来て離されちゃう。普通はこうやって回ってきたら嫌だから離して、例えば離して
話してなんか逃げちゃうとかね、そういうふうにやってんだよね。まあそういう話。それでくっついてるのね、くっついてて上自由、僕は自由、後ろをもらった、彼は何もできない状態、そこのところをこうやって上からこうやって落としてきたの、こうやって、そういう話だから。じゃあそういうことまで考えてやってほしいってこと、先のことまでね。今やってるのはいいんだから、それよりなんていうの、前進したいんでしょ。だからね、そういう先を考えて、じゃあやりましょう。今向こうでやっつけたいって話したんだけどね、あの形はこう来て、こう持ったね、それでいいよ、この手あるんだけど、ちょっと待っててもらって、形はこういう形で姿勢をいい。でも基本的には僕は彼をやっつけたいと思ってんので、だからやっつけないで踊りやってるわけじゃないんだから、この手を使ってやっつけたいと思ってんの。この手を使ってやっつけたいと思って、この足を使ってやっつけたいと思ってるの。すでにそれは背景にないと、あの踊りみたいになっちゃうのね。踊りみたいになっちゃって、この形だけこういう風になっちゃって、で こうやってやってんだけど、やっつけたくないの、全然やっつけたくなくて、やっつけたいんだからこうになって、こうやっつけたいんだよね、そういう風にやりたいんだよね。で形にとらわれるってそういう話だから、そのせっかく合気道やってんだから、武道なんだから、やっつけるってね。で自分が自由、彼も本当は自由なんだけど、自分が自由の中でどういうふうにやっつけるっていう、そういう話で、あんまりビューンってやったら彼壊れちゃうとか壊しちゃうとかなるから、そういうルールの中で持たれて、最初のうちはね、持たれて手離して、これ自由で、こうバトルになっちゃうの、バトルに普通はなっちゃうの。だからならないように合気道の形でやりましょうねって、こうやってんだけど、こう向こうへ出しましょうっつったって、出してたら ほっとしたら彼はこうやって持っててくれてるよ。だけど本当は持ってないでボカってくるの、なんかガーッボカってくるのね、本当は。でも合気道のルールの中だから持ってんの。そういうことをちゃんと理解して、基本的にはやつだから、そういう時間を短くしたいとか、その反撃来る時間をなくしたいとか、そういうふうに思ってるんじゃない。だからそういうこと考えてやってほしいの、せっかく稽古だからね。じゃないとこう形を追っかけてると、形の、まあ、審査近いって言うんだけど、まあそういう形になっちゃうから、まあそういう話ね。じゃあこうやって転換して上下ね、やりましたけど、今度一挙やります。これ審査の時にすごい大事だから、これ来たんだけどね、この手は避けなきゃいけないの、避けないと来ちゃうの。これ正面打ちってのは攻撃の形だから、このままボサッとしてたら来ちゃうの、当たっちゃうから避けんの、どっちかに避けんので、避けるときにこっち避けるかこうやって、この2つあるの、2つね、内側に入るか外側に入るか。外側に入るとこうに入ってるの普通、そうするとそのままどうぞあちら行ってくださいって、転換、こうやって転換、こう転換でしょ、転換と同じ、転換こうやって持って、ただ打ってきたんだけど、こうやって持ってきたのと同じ、こうやって打ってきたんだけど向こうへ彼は行った、そういう形で、でそういう風にやってほしいので、打ってきたら向こうへやったら、そして出したら転換の形、基本的にはね。だから最初転換からやりましょう。転換でこう来て、こうあちらどうぞ、ちょっと姿勢は悪いですけどねこっちね、あっち姿勢悪いですけど、まあそういう話ね。じゃあ転換でこういうね、転換の形、じゃあ転換最初やったんでしょ。転換っていうのはこう来てさ、こう来てあちらどうぞやったのね。で彼は向こうへどうぞっていう意識が欲しいわけだからやったので、本当は待ってたら来ちゃうんだって言ったのね。それはこのまま待ってりゃ来ちゃうの、だから次またこっち持って、こうやって転換で次持ってまた
と言いよう次それ転換ってそういう形でしょ。で待ってたら来ちゃうの。だからこうやって正面打ってきても待ってたら来ちゃうの。これバカンってこういうふうに。だからあちらへどうぞが必要だ。あちらへどうぞ。その時にこういうふうに出したの。形関係ないの。形を追っかけるっていうのはこうやって出したら、手はこうやってやって足はこうやってやってってそういうふうに考えてんじゃないの。何しろ彼を転換して向こうへ出したってことは関係なく手なんかどうやっていいんだよ。手なんかどうやっていいの。手なんかどうやっていいの。こうやって座ってもいいの。何しろ向こうへ出したいの。それがその武道の意識なの。だから形を優先しちゃダメ。審査の時だって先生たちはどういうの見てるかって言ったらその意識見てんだから。形見てる人はそういう人もいるかもしれないけど本当は良くないの。あの審査の時にはやっつける気持ちとかそういうのが優先してないとダメなの。だから転換したら向こうへどうぞ。手なんかどうだっていいんだよ。そのあちらへどうぞって転換の意識が欲しいの。だから手の形を追っかけてんじゃないの。そういう話ね。そういう話。じゃあやりましょう。あの転換の意識ってのはさ、こう彼が来てあーってなっちゃう前にやってんの。で合気道は線の動きだってね。線なのあーってもう入ってんので、あごめんね当たっちゃったな、あーもう入ってんの。上がって決断、彼が決断した時にはもう終わってんの。そういうふうにやりたいの。だから上がってきたらもう向こうへ行ってんの。ほらそれでこうやって受けてこの手をどうしましょうか、向こうへ出しましょうかってやってないんだから。上がった時にもうあ向こうなんだよ。こうだから線で動いてんの。あの武道合気道ってみんな線なの大体ね。線まあ語の技はあるんだけど線なの。だから転換の時もそう。だから来たら転換の時こうほら向こう上がって決断彼してここに僕いたんだよね。でも線を外してあちらへどうぞってやっちゃったので、彼は空を切ってるので、空を切ったのに合わせて頬に落としたの。だから何にもストレスないでしょ。それをこうやって受けてね、こうやって受けてよいしょってやってないんだから。だから線なの。だからそういうことを練習してほしいわけ。だから転換からなんか全部そうなんだけど全部線でやってんの。あの最初は線だと難しいからこうやって上がってきたら決断して打ってくるの合わせられないからしょうがないから持ってやってんの。こうやってどうぞってこれは5なの。本当のこと言ったらこうやって持ってね、こうやってはいはいどうぞってどうぞってギュッて持ってよね。ギュッて持ってるけどできたよってそういう語の話。でも本当は取りに来たら線なんだから手なんか関係ないの。気持ちが向こう行っちゃったの。だそういうふうにやってほしいのよ。まあそういう話ね。で今度は一挙ね。じゃあ一挙の形、合気道の形振りかぶって彼が決断してこう打ってくるので、ここにいたらやられちゃうの。ここにいたら次がここにいたらこれ来るんだからね。ここにいたらだからここにいたらいないの。線でもらってるから彼も前受け身前だけど、でここいないので、こういうふうにいないの。決断した瞬間にいないの。だから空気ってんの。ここだからここをこうやって止めてないの。加速してんの。むしろ加速してあげてんの。こうやってほら加速してあげてるって意識が大事。だからあのバク転するじゃん、よく体操でさ。バク転するときに補助してんの。それとそういう気持ちでやんなきゃダメなの。バク転してるの止めてないよね。あの補助の人はね、バク転うまくできるように補助してるんだよね。補助してるのをこうやって補助してるの。こうやって補助の気持ちでやってんの。そして今度は一挙ね、一挙合気道の形で一挙で彼はここを打ってくる。でこっち抜けるかこっち抜けるか、ここにいたらやられちゃうから、これ来ちゃうから
これね、瞬間こう来て、その時に当たってるって、その線の形。そして、こう来たら、こういうふうに、決断して打ってくるっていう時に、こっちにいるの、こっちに、こっちに。で、ここに、ここにいるの、割と。そろそろ楽だからね。それで、初心者にはそういうふうに教えてるの。こっからこうやって入ってくるのは大変。だから、こう当たるよ。そしたらここに手があるよ。そしてまあここまで下がってこなくても本当はビュッて上がってきた時にこうに入ってるの。でこうに出す。そして座るの。こうね。決断して打ってくる。決断して彼が打ってくる。そこに合わせてヒュッてこういうふうに入った。ここに置き換えたの。こう決断してもらっゴーンにこう置き換えたの。こうこれはなんでこう閉じたかっていうと、こう開いてもまあいかないんだよ。この足をこう入って入ったよね。ここを縮めてくるときにこういうふうに体重が乗ってるの。ここに後ろ足が引きついてきたときに、だから閉じてんの。ここに、ここでは力入んない。でもここで入った。そしてここにやったのね。でこうで、こういうふうにやらない。なるべくここは鈍角にして、こういうふうに、それでギュッてやらない。姿勢を正すね、姿勢で起きてくるの。彼は起きて、起きてきたらやっちゃうよって、そういう感じでも、こうやって押さえて、そういう感じ、こうやってやってやってってか、やらないのはね、そういう感じね。そういう感じでやりましょう。一挙ね、一挙上がってきた時にこうにもらったの。そしてこう入って、でこれ表で鈍角ね、鈍角、鈍角にして手がこうに下がってこないように、下がってくると起きられちゃうから、こうやって、だから起きられないようにこうやって伸ばしてんの、こうやって。そうすると痛い痛いで、こうやってこうやって、で中心の方向かってんの。じゃあ表ね、表、あ裏は、裏はいろいろあるんだけど、まあ、みんな結構ゴブゴブの稽古やってっからね、こうやって千人見せてんだけど、千人見せてるけどゴブゴブなの。彼は自由ね、彼やられちゃう、僕も自由、そういう感じなのね。ゴブゴブにならないように、千の稽古の時は千、線の稽古の時に上がってきた時にもう終わってんの、終わってんの。いや彼は何にもできないの、そういう風にやりたいの。そういう風にだんだん近づけていく。最初はゴブゴブでいいですよ、打たれちゃうからね、打たれバーってゴブゴブでいいの。それではいどうぞって言ってから、言ってから彼が待ってくれて、でこうやって、これ初心者稽古なんだけどね、まあ今までと3段ぐらいまではこうやってやれってギュッてやってやれって言われたんだけど、まあそういうのでも最初から、最初からこうやって終わってんだから、これ終わってんだ、全然終わってんの。なお、だから線の稽古をたくさんやってると、うんと線の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 線って、あ、向こうで言ってるよね。そうにやってればさ、あの触らないでできるようになるかもしれないの。触らないで、線で、線でも上がってんの、ほらほらほら、上がって止まってんの、止まってるところをこうやってやってんの、こうやってこうやって。パッてやってほらほら、触ってないんだよね、触ってないけど反応してんだよね。だから線の稽古を目指してほしいの。線の稽古やりましょうって言った時は線の稽古、お互い受けの人も線の稽古だと思ってるから、だから受ける準備もできてるし、怪我もしないしね。だから線の稽古、線の稽古だーっとこうでこうそういう風にやってほしいのね。で、今度裏の稽古、裏のなってこう、線でもいいよ、線でも、線、こうに入ってきて、線で、線で、こういうふうに入ってきてもいい。それから、打たせちゃって、打たせちゃって、打たせちゃったの。これ5なの。打たせちゃったから、待ってれば来るの。必ず。でも、打った瞬間は来ない。5になった瞬間は来ない。そこをこうやって持ってきたの。これは5の稽古だけどね、あの裏の場合は両方できるから、裏の場合は線の
こういう稽古と千の稽古でこうやって後ろに入るのと、それから打たせて打たせて打たせて打たせた瞬間だったら入れる、こういうふうに。そして同じようにこういうふうに持ってくる。そうすると裏の稽古できるから、じゃあ裏の稽古やりましょう。どうぞ。今日はその千だってことね。千で、それで今度2挙ね、2挙とか3挙とか4挙とかあるの、5挙とかあるんだけどね。で、あの本当は2挙とか1挙と2挙は違うんだって言うんだけど、まあいいや、線でね、まあいい。で、線でこうに入ってきたら、2挙は刃物ってかな、1挙はこういう形で、2挙はこういうふうに、こういうふうにやってんのね。そしてこういうふうに肩口からこういう形、そしてこうで向こう、この手はギューって頭の方に持ってくの、リリリリってなっちゃうんだけどさ、まあ気象丸同士は同じで、一挙と同じで二挙でも同じ、こういう風に形でこういう風にやりなさいっていう風に言ったんだけど、いや先生によっては違うのね。で肩口から持ってこの手こういう形、そしてこういう膝を手に入れ替えてる、こういう風に。そして向こう頭の方ね、そういう形。他の先生こうに入ってくるよね。そしたらここで持ってこうに入ってるだから、こういうふうに肘だから肘伸ばしてんの。気象丸同士はこういう形、他の先生はこういう形で、こんなも伸ばしてんので、伸ばしていててってなってんの、そういう感じね。まあいいや、それでそれどうする。ああ、じゃあ今度裏だな、裏だって手を手がったら、これは同じこう打たせてるって大事。これを上のとこで持っていくとダメ、こっちに意識がいっちゃってるから。これは打たせちゃった方が楽、そしていいとこ来てから戻ってきたら来た、そういう形。それでこういう形ね、こういう形。そしていろいろ方法あります。それは練習人によって違う。こっちへ下がってきて下に落とす、から向こうにここに落とす、いろいろ方法あります。でもまあ基本的にはこういう形で、こういう形。そしてこの頭をずっと頭の方にこうね、そしてこうで、また同じこういうふうにで、こうで向こう、まあ二挙はいろいろ、まあ痛いからやらないんだけどね、あんまり痛いからやらないけど。じゃあ二挙ですけどね、こう来たじゃないですか。あ、裏だね、裏こうやって入った時に彼が逃げて向こう逃げちゃったら、こう伸びちゃったんだよね。したら行かないんだよこれ。したら やめていいから、こうやってさよならって。で これたまたまこの手がこう来て自分の中に入ってきて、そしてこうに来たの、たまたま来たのだから、これが自分がこの手は離れて、全然離れてるのにこうやって持っていって、この手追っかけてこうやってやってないのだから、たまたま後ろに入ってきたの。そしたらこうやってやったらさばいてきたの、ちょうどへその前に。だからこうやって来たの、こうやってそういう話だからね。自然的に入ってんの。自然的に入んなかったらやることないの。逃げてさよならすりゃいいの。さよならってこれ、さよならで安定してんの、全然やる必要ないんだから。彼がこの手を通じて、この手来るから曲がってくるでしょ。だからこうやって落としたの。これ来ないで向こうへ逃げて、ああ、そしたら、いや、追っかけていったらこうなっちゃうんだから。彼が反発して、この手使いたい、この足使いたいって曲がってんだよ。だから落としたの。それだけの話なんだからね。だから、そこのとこ考えてやって。だから追っかけていっちゃダメ。形、あの、二挙の形はそういう形かもしれないけど、
そりゃたまたま受けの人がパンチくるげく当たっちゃうだからスタンチ落としたら、そういう話だからね。そういう話。じゃあ少し3機はこうね、こうに入ってきたら、この手、この手はこっち、相手の方、相手の方にこういうふうにも持ってくの。そうすると彼、この手ね、この手、このひら、手のひら、手のひらをこっちへ、こっちへ、こっちへ、こっちへ。それには小指と、この人差し指なのよ。ここでこう挟む。こうなっちゃったらやられちゃうのかな。だから、いつもこういうふうに絞って、茶巾絞りってんだけど、剣道の人なんか茶巾絞りって言ってるよね。でこうに入ってきたら、こっからこっからこういうふうに茶巾絞り、茶巾絞り、そして手でやらない、体を使うの、体をこういうふうに、ほら、そうするといててになっちゃうの。でも手でやると彼は我慢できるの、ほら我慢できるの。でも体でやったらいかないよ、あ、いててになっちゃうの。でいててになって、できたら水平じゃなくて首を切る感じ、こういうふうに。で自分が回っちゃうの。そしてここはいつも緩まないように、こうやってね、テンションがかかってるってこと、こっちへ緩まないようにしてるの。そしてさっきと同じ、今度は3挙だから、さっきは2挙でこういうふうに来たんだけど、今度はこういうふうになってるから、こういうふうに、これこう指重ねて、手を重ねて、こうで胸置いて、で向こうね、そうするとこういうふうにね、やるのね。うん、まあ人によっていろいろやり方違うから、で基本的には自分でコントロールしてんじゃ、相手のことはコントロールしない、彼がそういうふうになっちゃったから自然とそういうふうになったっていうふうにやりたいわけ、彼がそういうふうに受け身を取ったからそういう三挙になっちゃったって、そういうふうにやりたいわけ。俺がお前の三挙やってるんだよって言うんじゃないのね。彼が反応して三挙の形で来たから、こうやって、あ、間違えた間違いもたまにあるねこうね、三挙ね、三挙はこうやって、三挙、これはこっちで、こっち、ほら相手の方、そして本当は首からなんだけど、あんまり痛くしたらまずいかなと思ってこうやってんのそしてこうね、そしてこれね、これここ重ねてこう、それでギュッて痛くす、この手でギュッ、手でやるんじゃなくて、体になるべくつけて、体がいってるって感じね、それが大事。手でこうやって、手だけでやる、あ、大変なんで、彼の方が強いから、こう体つけちゃうと楽、そういう話ね。どうした、あ、表やったんだな、裏だな、今度な、裏はいいよ、裏こうね、そしたらこう持ってきて、でこうで、こうね、こう、この手は、ここが大事だから、ここは離さない。で、こうね。そして、こう。で、こう。じゃあ、あのね、みんな手はやりたい、手を使いたいんだよね、手を。しょうがないんだけど、こういう手ね。こうやって手をギュッてやりたいの。ちょっと痛いからね、これ痛いんだよ、これ。痛いんだよ。でも、訓練してる人は効かないの。だから体を使うの、体。ここは動かしてないの。ここは動かさないで、ロックさしてるだけ。そして体がこっち入ってきたの。だから痛いの。手をこうやってやると競争になっちゃうの。こうやってやると。彼の強さの競争。で、痛くして、痛さを味方につけて、やっつけてやる。っていうんじゃなくて、味方にならなくても痛いんだけどね、まあ味方にならなくてもいいよ、足さばきが、こう、そうすると痛くないの、痛そうな顔してんだけど痛くないの、で、ここでやっちゃ痛いの、だからこっちもちょっと左手首壊れちゃったんだけどさ、この間それ、壊しちゃったら、あいつ壊されたよってなっちゃうんだからね、壊れないように、だから手をやらないことなの、手をやらない練習なの、手をやらないで体さばきでどうするかっていう練習なの、これだから体さばきなの、ほら手なんか何にもやってないよ、
うま、あのまあね、そういうふうにやってそういう方を目指してほしいってこと。手は楽だから使っちゃうから。で今度4強か、4強、あのね、それからね、基本は一挙だから、基本は一挙、一挙こう来て場所がなくなって崩れたでしょ、崩れたところでやってんの。でこれ反発だ、反発できるところで、手に反発できるところだったらできない、持ち替えてできないんだよ、これやられちゃうから。だから反発できないとこまで入ってるから、ほら、だから持ち替えれちゃう。こういうふうにね、そういうふうにやってほしいの。4強4強はね、こう今3強こうやってね、今度は上から持つの。そここに何ていうの、なんと2つ2本の骨があるの、そこの間のところこうやって下に落とすの、下にこうに下に下に。間違ってるのは向こうとかこっちとかあっちとかやっちゃうんだけど、下だから下、これ下、そういう感じで下に落とす合力がこっちかかってくるしてるって感じ。だから足膝落としても何でもいいんだけど、まあ要は下、ここそういう感じね。でやってほしいのね。で表と表はこういう形で、裏はこういう下に落としてくるから、こういう形に落としてくるの、そういう形ね。要は下だから両方とも、これは言葉で言ってもしょうがないけど、まあじゃあやろうか。あのね、ちょっといい、ちょっとこれ4挙とか3挙とかみんなそうなんだけど、崩してんのよ、こうやって相手崩れてるからこういうふうに持ってんの。崩れてないでここの手にこういったらやられちゃうんだから、こうやってこうやって、そうだから崩、この上がった時に崩しましょうねって、ほら崩れたので、そこのところをやってんの、こうやって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 痛くして、痛くするのはそれから相手が崩れてるのを確認してからやるの、そこ大事だからね。みんなこう手四脚やってたら手もで見ちゃってこうやってカッサッ、崩れてないんだよ全然。そうよね、その大事なのは崩すことなので。4キロたまたま3キロとか4キロとかいろいろあるけど、何しろ崩れたのだから、そこやってんだ、こうやってこうやって痛くしてんだよ。だ痛くする前にだから崩れてることを確認してやってほしいんだよね。そういう話じゃあやってください。